2017年、9月の2日、12時59分です。疲れた。マジで疲れたわ。めちゃめちゃ疲れた。おはようございます。なんかもうない頭を久々使ったような気がするわ。イントネーション、その俺らが思ってる英語っていうかさ、全然イントネーション違うのな。全然違う。石野にそっくりじゃない？超似てない？じゃない、本人なんかなこれ。いや、これ真似してるやつが出たよってフランチでって、これ偽物なのかな、本人でしょ。でもひげの長さが違う。こんな似てるの？今日着てた T シャツと違うもん。こんな似てるやついるんだ。すげえな。声も似てるな。わかんない。声俺聞けないから、放送中だから。そっくりじゃない？ここまで。びっくりするね。すげえからだな。おい、ロビさん、こんにちは。いらっしゃい。おい、ワトツー。日本語いいね。日本語いい。日本語はいいな。ポンポン出てくるよ。最高。ラーメン行ってないよ、石野と。行ってない、行ってない。はい、こんにちは、解放。今はどつを英語で打とうとしました。難しいよね。聞いてる方も英語聞き取れるようになるのかな。でも最後、そのなんかコメントは日本語で書いてくださいの、please write please write comment in Japanese がさっと出てきたのは奇跡だと思ったよ。please write comment write comment in Japanese、日本語でコメントを書いてください。でも便利だよな、英語って。Please write comment。お願い、コメント。だから順番がなんか、なんつうんだ、しっかりしてるっていうか、綺麗だよね、英語の文法って。日本語みたいにダラダラ無限に話せる感じじゃないじゃん。すげえと思うわ。3ヶ月後どうなってるんだろうな。英語ベラベラになったら笑うぞ言いたいこと全部言えるみたいな、英語で。いやアクアショップ、水槽とかのお疲れ様です。いいな、水槽いいな。もうさすがにペット増やしたら大変なことになるからあれだけど、水槽いいね。イヤホイも英語イヤホイは英語は別にイヤホイでしょ。イヤホイの英語はイヤホイでしょ。ハリネズミかわいい。かわいいよね。綺麗だよね。あと水槽がアートだと思ってて、水槽をうまく作れる人をすごい尊敬する。なんか水の循環とかもできるらしいよね。うん、水の循環とか。また来たの VVY。お前もうすっ込んでた方がいいよ。もう乾杯してさっき聞きまくってたんだから。お前は俺に何言っても無理だよ。さっき敗北したでしょ、君。まだ突っかかってくんの。時給だとか閲覧だとか散々言って。バカすぎるよ、君。まだ言うの。さっき完全敗北して、でも、グーの音も出ないぐらいに叩かれて。お前しつこいな、VVY。マジで。もう無理だよ。お前は勝てないよ、俺には。もう、お前は無理。嫌われ者の引きこもりニートオツです。お前だわ。お前。お前だよ、お前。うん、それはお前だよ。かゆい。もうバカだね。今週の予定は、俺は未来の占い師じゃねえんだよ。予定なんか何もねえよ。バカが。やりたいことやるだけだっつってんだろ。ADA の水槽世界は和道さん好みですよ。もうアート。アートだよね。いや、本当に水槽はアートだと思うよ。予定なんかないよ。好きなことやって生きてんだから。バカすぎるだろ。予定なんかないよ、一つも。一つもないよ。予定組まないように生きてるの。何回言ったらわかるんだよ。予定なんかねえよ。つまんなくねえって、毎日遊んでるだけなんだから。お前、まだわかんないの、こんだけ言われて。予定なんかねえっつうの。好きなことやって楽しんでるだけだよ。お前と違うんだよ、こっちは。やりたくないことなんかやらないの。まだグダグダ言ってんの、お前。いい加減にした方がいいよ。ニートじゃねえっつうの。うん。ニートじゃねえっつってんの。もしもし。もしもし、お疲れ様です。もしもし。どうも、そばごとさんです。すいません。ありがとうございます。ごめんね、浅井さん。昨日俺、千葉にいたんだ。じゃあ、今日どうする？今、行った方がいいんでしょうか。浅井さん？はい、今、どうしよう。俺寝ようかなと思ってたんだよね、そろそろ。寝る？うん。ずっと起きてるからっていうことですか？そう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 。もう疲れちゃったから。さっき俺、浅井さん家行ってたんだよ。聞きました。そばありがとうございます。じゃあ、今、すぐ行って、少しだけ配信しますか？いや、いいよ、来る？じゃあ、今すぐお伺いします。うん。はい、じゃあ、すぐ出ますから、はい。はい。ん？なんだなんだ、浅井さん来るってのんちゃん、うん浅井さん来て今日の放送は終わりだな。こもって配信してるだけのニート、どうしてお前は俺のことニートにしたいの？ニートの意味分かってないでしょ。君にとって仕事って何なの？お金もらって稼いでる以上俺は仕事だと思うけど、ニートって仕事してない人のことをニートって言うんだよ。わかる？お前は何も保証されない、社会的信用も一切ない、配信つけてるだけの引きこもりニートだから、そこ自覚しろよな。いや、社会的信用もないとかどうのこうのってお前に関係ないし、まず引きこもりニートだろうがなんだろうがお前に関係あるの？俺遊んでるだけだよ。うん、配信が仕事だから遊ぶのが仕事なの。俺の仕事は遊ぶことなの。わかる？うん。で、社会的信用がないとかああだこうだ言ってるけど、お前よりはあるから、少なくとも。ぐだぐだ言ってるけど、お前よりは信用あるから。うん、で、俺の人生だからお前には何の関係もないよ。わかる？何をそんなに突っかかってきてんの？何がそんなに気に入らないの？見なきゃいいじゃん。そんなに気に入らないなら。職業欄だからプロ配信家だっつってんの。プロ配信家。職業欄ってまず書くところ何？プロ配信家だよ。職業は。ずっと言ってんじゃん。プロ配信家だって。それ以上もそれ以下もないよ。プロ配信家です。しょうもないね、本当に。ぐだぐだ。時間帯を変え、あの手この手で。何？ハルさん、こいつ有名なの？他でもやってんの？ハルさん。こいつ。もうさっきからずーっと粘着してんだよね。うぜえ。どっかで見た？ハルさん、この人。しょうもないよね。今のところ時給1円。今日俺が1日いくら稼いでるのかお前知らないでしょ。今のところ時給いくらとかじゃないんだよ。俺はもうとっくに稼いでるんだよ、お前より。バカだね。自営業だから、売り上げが上がる瞬間と、ない瞬間があっていいの。で、もっと言うなら、お前には関係ないから。わかる？俺がいくら稼ごうが稼げまいが。沢尻玲香さんの配信。ああ、ありがとう、ハルさん。教えてくれて。何、そこでもアンチコメントやってんの、こいつ。こいつバカなんだよ、本当に。何回言ってもわかんないの、ハルさん。頑張れよ。配信が趣味の引きこもりニート。配信稼いでんだから趣味じゃねえだろ。配信で稼いでんだから。ゴミはおめえだよ。働け。しょうもない。まず働いて稼げるようになったからぐだぐだ言え。社会の何の役にも立ってねえんだから。ゴミはお前だよ。風船ありがとう。やぶぞ、風船ありがとう。素朴な疑問なんだけど、配信者の方って支援者の方がいなくなったらどうするのかなって。変な質問。いやー、支援者の方がいなくなったらどうするのか。例えばなんだけど、何さんかな？エニマさんでいいの？エンマさん。俺、10ヶ月連続で収入があるんですよ。10ヶ月連続で。で、収入増え続けてるんですね。で、明日いきなり全部の支援者の方がいなくなるっていうのは、あんまり想像がつかないんですよ。僕の中で。ゆっくり登っていったものだからゆっくり減っていくっていうならわかるんですけど、でそのゆっくり減っていったらそれなりにバイトするとかすればいいんじゃないですか。うん、収入が伸び続けていきなりなんか全部の配信サイトが潰れてとか法律が変わってっていうのはあんまり想像できないかな。うん、まあその永遠とこの授業が成立するとは思ってないですけど、でもし仮にですよ、もし仮に食えなくなったとしても、まあ、極端な話、その誰にも迷惑かけてないんで、別にいいんじゃないかなっていうふうには思ってますけど。ひげ伸びてきたね。マサヤンヌさんいらっしゃい。ひげ伸びてきたね、だいぶね。なんか配信者の方の生活と見てるとどう生活するのか気になってる。まあまあまあ、でも、こういうのってさ、売れない芸人さんみたいなもんだと思ってるから、なんか俺らね、普通に働くことができない人がやってるだけじゃん。ぶっちゃけた話。社会不適合者でしょ？だから、いいんじゃないの？別に。明日どうなろうと。知ったこっちゃねえっていう生き様の人たちだから。エニマさん？エンマさんか。エンマさん、ありがとう、バーガー。風船。朝方寝ちゃったんだけど、石野とラーメン食べた。また今度にしようっつって。で、浅井さんが今から来るね。なんか話したいことがあるらしいよ。浅井さん来てくれるって。仕事すらも選べない。仕事は選べるでしょ、普通に。髪の色抜けないコツ。いや、抜けてるよ、だいぶ。今日染め直すけどね、後で寝る前に。だいぶ抜けてる。ブリーチをあんましないことかな。なんかみんな、金髪に結構ハードブリーチかけちゃうんだけど、そんなに抜かなくていい。ヘアマニキュア入れるときは。むしろ、なんだろう。キューティクルが壊れないぐらいにやった方がいいと思うよ。親戚何してるのって聞かれたらなんて答えるの？プロ配信家だっつってんの。プロだよ、プロ。プロ配信家。プロ配信家です。プロ配信家です。髪型軽そう。いやー、重たいっすよ。髪型重たい。何回言ってもわかんねえんだな。職業はプロ配信家だっつってんの。聞くな、アホすぎて。バカすぎるよ。何回聞いたらわかるんだよ。そうもね。市販染めてるホーユーで、美容室行くときは染めてもらってるけどね、美容室で。はい、こんにちは。英語は1日1時間やろうかなと思ってる。親戚にどんな仕事なのって聞かれたら、あ、これ答えたか。親戚に今何したらとか興味津々かよ。で、もう VVY がまた生きてんのよ。もうまた時給0円ですねとか言ってんの。バカすぎるよな、こいつな。まだバカなこと言ってんだよ。もういい加減もう、アホすぎて付き合ってらんねえよ、マジで。バカすぎる、こいつ。バカだね。バカだね。本当に。バカは死ななきゃ治らないってこういうこと言うんだろうな。主な仕事内容って何？プロ配信家だっつってんでしょ。主な仕事内容って何ですか？まず俺がなんで何かに自分の職業を記載することがあるの？ないです。自分の職業を誰かに説明することなんかありません。何主な仕事内容って。バカすぎるだろ。自分で考えろ。開会したでしょ。ダメー、のんちゃん。かぶれちゃったよ、ほら。ダメよ。何小じきって。何小じきって何？君にとっての小じきって何？うん。どうなんだろうね。会社員2回やったことあるけどね。うん、別に、社会不適合者は社会不適合者だと思うよ。なんだろう、配信やった方が稼げる人間だから、普通に働くよりも。まあ、その、社会に適合してはないよね。マイノリティなわけだから。だからそこは別に異論ないの。ただ、小じきだとかなんだとか、職業欄になんて書くの、そんなのほっとけって話でしょ。なんでお前に説明しないといけないのかっていう。意味がわかんないよね。そこをなんか誰かにとやかく言われる。筋合いがないっつうか。野暮な質問が度が過ぎると萎えまくり。萎えるよ、やばぞ、本当に。なんか時給いくらだ300円だとか言われたりさ、お前に何の関係があるんだっていう。100人いたら100人がお前のこといい年こいて痛いこと言ってる無職の引きこもりって思うだろうね。思わねえよバカ、うん、思わねえよ。お前の主観だよ。100人いたら100人がじゃなくて、私はそう思いますって話だろ。人の自分の意見を人の意見かのように言うな。思ってねえからこんだけ人が集まってんだよ。石野は怒られるの嫌で働けないって言ってた。ああ。仕事はそつなくこなしてたわけじゃないよ、全然。普通にできなかったよ。だからまあ辞めてるわけだから。うん、思わねえよね、ロビちゃんね。思わないってもう反論が出てるだろ。いやもう、バカすぎるよ。こんだけ反対意見があって、こんだけ叩かれてんのにまだ言ってんだもん。リスナーがリスナーに言うってよっぽどだかんな。VVY。お前相当痛いこと言ってるよ。お前叩かれてんだよ、リスナーさんに。お前の意見間違ってるよってリスナーさんに教えてもらってんだから気づけよ。なあ。マイアンはこつ、ダセーのお前だわ。うん。お前だわ、ダセーの。ブーメランだよ。ダセーのお前だわ。ここにいるやつも頭悪いと。お前もいるんだけど。お前が一番頭悪いんだけど。どう考えても。痛いな、お前、本当に。痛いな。お前さ、200人近く常に人が集まってんだよ。いろんな人がいるんだよ。お前だけ浮いて間違ったコメント打ってんの気づいた方がいいよ、そろそろ。俺頭悪くないよ、つって。お前だよ、頭悪いの。VVY。時給いくら？時給換算するとか一生雇われとけ。いやもうひどいよね、本当に。いや、頭悪すぎるでしょ。ビリーいらっしゃい。VVY は雑談たぬきからも頭悪いやつ扱いされてる。いや、もうだからアンチが見限るって相当だからね。アンチ、だってね、雑談たぬきってアンチの寄り固まってるところじゃん。そこに頭悪い扱いされてるって相当痛いやつだよ。うん。お前だわ、全部。全部ブーメランだよ。うん。いや、愛があるっつうか、さっきフルボッコにされてたのよ、こいつ。もう、リスナーからも VVY 煽りみたいになってたのよ。うん、でも、まだ折れないで、まだやってんのよ。自分が正しいと思い込んでるからね。クソ痛えやつだよ、本当に。味方が誰もいないってすごいよな。逆にすげえわ、この VVY ってやつ。誰も賛同してくんないんだよ、意見。かっこよすぎるだろ、本当に。いや、伝説全然構わないよ。全然構わないよ。だから、まあ、かけてこないと思うよ。うん、俺は誰からの凸も受けてるわけだから。まあ、かけてこないとは思うけど、別にかかってきたら受けるよ。うん、ただ、話になんないと思うよ、こんなの。失礼だよね、本当に。うんいや、全然俺は本人が言いたいことあるって言って論破してやるよって言うんだったら出るけど。うん。どうなんだろうね。わかんないけど。とにかく痛いやつだと思ってる。うん。うちリプ OK だから。うちリプ OK だから、もし VVY に何か言いたい人はリプ飛ばしてください。いやもうここまで言うんだったら電話で直接言えよっていう風になるわな。ここまで粘着するんだったら。いや俺は逃げるっつうか別に何質問に答えてるだけだから、まず戦ってる感覚がないよね。まず、その戦ってないよね。逃げないとか逃げるとかじゃなくて。話すんだったら全然話すよ。いっつも言ってるけど。家で雑談配信やってる時は電話受け付けるからって。いや、VVY 改め GGY グダグダっつってね。いや、結構ひどいよな、本当に。びっくりするもん。いや、都合が悪くなると潜るんだよ。都合が悪くなると。アンチなんかそんなもんだよな。そんなもんだよ。うん、いや、だから毎回そうなのよ。うん、毎回そうなの。だからもう、立場が悪くなると逃げるんだ。だからこんなもんだよ。こんなもん。うん配信で生活できてるプロですからね。いや、どの世界でも漫画だろうが何だろうが、15万ぐらい稼いでるんだったらプロだと思うよ。どの世界でも。極端な話、ボーリングとか、けん玉でもいいや。けん玉で、なんか15万稼いでるんですって言ったら俺はプロだと思うよ。どんな世界でも、どんなことでも15万以上稼いでたらプロ。ただ、その、プロはプロなんだけど、一流のプロか二流のプロかとかは、その金額によるんじゃないの？やっぱり。社会的信用の度合いなわけだから、そこは。だからそこまではわかんないけど。うん、いや、弱いよね、本当に。雑魚だよね、雑魚。うん、アンチの相手しても大してメリットないし、即風呂でもいいのでは。いや、即風呂でも全然いいんだけど、別に後ろめたいことないから、そら構ってみようかなっていう。おっとっとっと。浅井さん来るまで暇だしさ。即風呂でも全然いいんだよ、俺は。逆にさ、だから、どんな方向に向かっていくのか聞いてみたいもん、俺。だってこんだけ賛同されないやつも珍しいからさ。おー、なすびさん、お疲れっす。こんにちは。どうもどうも。今から浅井さんが来ます。浅井さんわかるかなあ、わかるか。なすびさん、ロム線だって言ってたもんね。ニコ生時代から。そうそう。あ、アンチとのバトル面白い？いや、全然話すよ。じゃあ。うん、あ、もうグダ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 余計なこと言われてると腹立つよな。だって俺がぶっちゃけさ、どこで何して何稼ごうか関係ないわけだん。おい、りょうこさん、風船ありがとう。ありがとね、りょうこさん。誰にも迷惑かけてないし、別に家で何しようが俺の勝手じゃんな。そう思わない？なんで引きこもりだのなんだのとか、とやかく言われないといけないんだろう。おーい、なすびさん、花火ありがとうございます。ありがとうございます。最近ね、昼間全然放送しなかったから、昼間放送しようと思ってて。うん、ありがとうございます、花火。VVY アンチしてもセンスがない。まあでもだから、雑談たぬきで叩かれるってことはセンスはねえわな。うん、要は確信つけてないわけじゃん。的、論点がずれてるんだよ。多分論点がずれてるの。多分まあ論点とか分かってねえんだろうな。自分が何話してるのか全然分かってないで喋ってる感じに聞こえるもんな。まあ、しょうがねえやな。うん、分かんねえやつは何やっても分かんないんだ。アホすぎる。でね、電話かけて言えよってこんだけお膳立てしてもらって逃げちゃうんだから。要は戦ってないやつの典型だよね、うん、自分の都合の悪いことから逃げまくってる典型的なタイプだよ。都合が悪くなると黙るって。社会で役に立つわけねえじゃんな、そんな人間が。浅井さんどれくらい来るんだろうな。結構疲れたわ。英語でダメージを負ったよ俺は。近づいてきたな。うん、ともびちさんいらっしゃい。近づいてきた。何が近づいてきたの。自分の都合が悪くなると逃げる。まあそんなもんじゃないの。わかんねえけど俺はなんか言いたいことあるなら筋通して言うのがかっこいいと思うけど、まあ、適当に生きてるでしょ。まあでもコメントだけで普通のリスナーさんからここまで批判されるのもすごいよね。誰の賛同も得られないっていうのはすごいよね。はい、まいちゃんお疲れ。こんにちは。ネットの王座が花火バンバン上がる意味がわかんない。ファンがいるんでしょ、多分。好きな人が応援してんだよ。あれはコメント職人さんが良かったよね。何ヘビ出るって、ヘビなんか出ないよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。